どうも吉谷さん、今日やったことはゼロにはならないね。今日積み上げた1っていうのはゼロにはならない。これすごくいい話だと思います。でも大抵の方は今日1を積み上げるんではなくて、もしくは積み上げたつもりでやってることはゼロなんですよね。特に収入を上げるっていう面ではほとんどの方がゼロなんですよ。なぜなら収入が変わってないからですよね。でここでね、私二極化ってことをちょっと考えてみたんですよ。なんで世の中には二極化ってものが出てくるのかとか、それがなんでね二極化がどんどん差ができていくのかってことなんですよ。まあ言ってみれば二極化の大きな流れの中では私も二極化の底辺の方ではあります。でも現実見てみると私はどちらかというと豊かな暮らしを送ってるんですよね。そうなってくると多分他者の目から見ると二極化の上の方に行ってるんじゃないかなというふうに見える部分があります。じゃあね、どうしてこういう現象が起きるのかってことをよくよく考えてみましょう。吉谷さんが言われたように、私はね毎日ちょっとずつ稼ぐことをやってきたし、稼げることはしつこくしつこく打ち込んでるんですよ。特に最近スマホアプリでね、みんなの銀行っていうアプリがあるんですけども、これ紹介コードをもとにアプリを開設すると1000円もらえるんですよ。これ私すごいことだなと思ってるんですよ。だってアプリをダウンロードしてお金もらえるなんて聞いたことがないですよ。もしくはセルフバックとかで10円あげますみたいなのがあるんですけども、それの100倍の効果を生むんですよね。でこのみんなの銀行ってアプリ、他の金融機関と紐付けができてむちゃくちゃ決済楽なんですよ。まあ実際使うことはないと思いますけどもね、すでにもう私使ってるのがありますんで。でもこれはこのデジタルバンクっていうのはこれからの概念としてはものすごく使えるなと思ってるんですよね。でこのみんなの銀行を毎日紹介してます。毎日紹介すると何が起きるかっていうと、毎日売り上げっていうかね、紹介の1000円が私にも入るんですよ。で今もう2万円超えてるわけなんですよね。でもこれを一度きりだったら多分1万円もいってないと思いますし、毎日コツコツやってるからこそ最初のうちは気づかなかった方も気づくようになったと思うんですよ。であとね、見てる方でも私がしつこく紹介してたら、あ、そんなにいいもんなんだってだんだん気持ちが動いていくと思うんですよね。私がやってるのはもうとにかくこれなんですよ。セルフバック、セルフバック、セルフバックって言ってたら、ずっと気になってたんですけどとか言って3ヶ月越しでね申し込んでくる方もいたりとか、これ YouTube にしても1年以上久保さんの YouTube を見てましたけども、速稼塾っていうのは何ですかっていうふうに1年以上の間を置いてお問い合わせいただく方もいるんですよね。これはなんでそういうことが起きるかっていうと、常に発信してるからなんですよ。それこそ毎日1ずつ積み上げてるんですよね。まあ毎日の1っていうのは私で言うとね、 YouTube 動画30本ぐらいに当たるんですけども、それを積み上げていくとそれはね無駄にはならないんですよ。必ず二極化の上昇方面に向かっていくんですよ。少なくとも下降方面に向かうわけないですよね。でこの小さな積み上げが本当にね、毎日1日ずつだったら変化とも言えないような小さな変化ですよ。それこそ自分すら気づかないような小さな変化です。でもこれが1ヶ月、1年、3年と経つに従ってものすごく大きな二極化の流れに行ってしまうんですよね。この前まだ帰ってきてないんですけども、トランザムの車検出しました。2年の車検なんですよね。で毎日少しずつなんですけども、私車を置いたまんま、たまに動かしてるんですけども、基本的には置きっぱなしなんですよ。で長距離走行することがありません。でも車って痛むんですよね。置いてるだけで重量とかでだんだん傷んできたりとか、それからまあオイルですよね。オイルっていうのもこうずっとね置いとくと酸化するんで、やっぱり3ヶ月に1回ぐらい、半年に1回ぐらいは全交換しなくてはいけないんですよ。でそうしないとどんどん傷んできて、今回もねオイル漏れがあるんですよね。なんでね、納車して2年間ほとんど乗らない状態なのにオイル漏れしてるかっていうと、やっぱりね少しずつ劣化していくんですよ。だからオイルを循環させたりとか、車を適度に走らすってことをした方が逆に長持ちする。車っていうのは走るために作られてますんで、走らない状態のことをね あまり考えて作られてはいないんですよね。まあ、ですんでやっぱり少しずつの変化に対してどういうメンテナンスをしていくのかとかっていうのが非常に車でも大事になってくると思うんですよ。さあそれでですね、今日まとめていたいことなんですけども、やっぱりね稼ぎたいんだったら稼げることに貪欲になっていくこと、1000円とか1円を侮らずに、その1000円や1円すらまたいでいた自分を戒めてですね、じゃあこれからは1円のためにやってみようかな、これからは10円のためにやってみようかな、これからは1000円のためにやってみようかなっていうふうにやっていくと、だんだん1円、10円、1000円が扱えるようになってきて、毎日数千円が稼ぐのが当たり前になってきて、それが積み上げて月収プラス5万とか10万とか100万になっていくわけですよね。
だから少しずつの変化を侮ってはいけないですし、なんかねギャンブル思考になっちゃうんですよね。一気に一夜にして変わろうと思うんですよ。これがねカモへの道なんですよ。でそんなものはないですからね。一夜にして変わったというふうに見えるとしたら、それは二次曲線の蓄積が溜まり続けて溜まり続けて溜まり続けてブレイクしたってだけで、ずっと溜まり続けていく、その溜まりを作っていなければブレイクは起きないんですよ。だって一つの行動で大きく変わるなんてことがね、あるんだったら、それみんなね金持ちですよ。それこそ私こんなにね積み上げてないですよ。でも毎日少しずつ確実にやったな、確実にこれも進んだな、確実にこれもやったぞ、取り戻したぞっていうのが積み重なっていって、そしていつかね奇跡のようなブレイクっていう瞬間が訪れるわけであって、何も積み上げてないところにブレイクは来ないわけなんですよ。これをねやっぱり考えていかないと、全てはギャンブルじゃないですからね。博打のように一点集中で張ったものにボーンと来るわけではないんですよ。それこそ塵も積もればで、コツ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 積み上げていたもの、その積み上げていたものの中でやったことっていうのが全て血肉になっていくわけですよね。で、私最近気づいたんですけどね、吉田さん、私ね、子供を連れて最近ファミレスに行くことが増えてきたんですよ。週に2回ぐらい行ってるんですよ。で、そこで何に気づいたかっていうと、私ね、いつもね、外食に行くときって、濡れタオルを持ってるんですよね。濡れタオルを持って何をするかっていうと、着席した時のテーブルを拭いたりね、で席を離れた時にテーブル拭くんですよ。これずっとやってるのは、やっぱ飲食店を潰れたとはいえね、20店舗以上経営してきた私の経験がそうさせるのかなと思います。常にだからテーブルの上、食事を乗せる前にはきれいにして、食事を片付けた後、食べ終わった後はきれいにしてっていう習慣づいてるんですよね。これだから家でもそうなんですよ。だからよそに行ってもそうなんですよ。ただし高級店に行くと、そういうのを細かくやってくださる給仕の方がいらっしゃったりとか、布のおしぼりとかが出てくるんで、そういう時はいらなかったりするんですけども、ファミレスって基本的に紙のね、紙のこのぐらいのちっちゃいおしぼり、しかもこうピリッて破いたらもうほとんど使えないようなしか出てこないんですよね。だから私は全くそれ当てにしてないんで、自分の濡れタオルと、最近はウェットティッシュのこのねペーパーのやつ、このぐらいの袋に入ってるやつを、100枚つづりのやつを必ず持って行って、で細かく拭くようにしてるんですよね。これをすると、何がいいかっていうと、私はいつものような快適な環境にもういるってことなんですよ。これが習慣になってるんで、特に苦でも何でもなくねやってるんですけども、なんで最近気づいたかというと、すごい綺麗好きですねとかね言われるところがあったんですよ。でも気づいてみたら、私は当たり前のようにずっとね十数年間やってきたんで、確かに飲食店をオープンするとき、どういうふうにねマニュアルを作ればいいかなっていうふうに、ね、考えたときは、これをしようって決めるまではそれはやってなかったんですよね。それこそ汚いことにも気づかなかったというか、拭かなくても大丈夫っていうか、そういう感覚なかったんですけども、今は綺麗に見えるところでも一旦拭かないとちょっとね気持ちが悪いなっていうふうにはなりましたね。だからそれがだからやることの積み上げの効果なのかなと思いました。ビジネスはちょっと違うんですけども、今ではねこうやって動画を撮る生活以外は考えられなくって、動画を作ってないな、今日少なかったなと思ったら、次の日ちょっとねたくさん撮りたいなっていうふうな衝動に駆られたりとかね。で最近ねまた新しい車買おうとしていろいろ見てますけども、LS とか中心に、そしたらやっぱりねどんな動画撮ろうかなみたいにワクワクしてますよね。ということでね、今日も少しずつの積み上げが大事だよってことをお話ししました。